宮に眠る秘宝を奪え。今夜壮大な冒険の幕が開く。うわー高っ。2チームに分かれた挑戦者たちが古代遺跡で謎解きバトル。これどうやっていくの。大丈夫。巨大な仕掛けをくぐり抜け秘宝を目指して突き進む。魔球の中の4つの部屋を攻略せよ。急角度に傾く床、宝が欲しけりゃよじ登れ。行きましょう。どうすればいいの。容赦なく迫る壁、知恵を絞って突破せよ。その先には何がある。洞窟の謎を解き明かせ。敵で危機一発、謎が解けなきゃ突き落とされる。秘宝を求める大冒険、行くしかないか。取れるもんなら取ってみろ。やってやるぞ。宝探しアドベンチャー謎解きバトルドーレ。その展望が明らかになる2時間スペシャル。ファラ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 、はじめまして、私がこの魔球の番人を務めるファラオです。ファラオ。ちなみに私の呼び方はファラオってあげてくださいね。いきましょう、せーの、ファラオ。何これ、何だよ、何だよ、何だよ。2チームに分かれて対戦するトレの世界。本日は関ジャニ∞ベッキーチームとロンブーリオオードリーチームの対決。ルールはそれぞれのチームが魔球にある4つの部屋に挑み、秘宝黄金のファラオ像をいくつ持ち帰れるかを競い合う。最終的により多くファラオ像を獲得したチームが賞金をかけた最後の試練に挑戦。では両チームのメンバーを紹介。まずは関ジャニベッキーチーム。スッキリからテリー伊藤さんと早前蓮華さんです。これね、そうなんですよ。痩せたな。今ちょっとダイエットしてます。もうすぐ痩せてきますよ、ね、駆けつけてクレイジーで中きますよ。そして抜群の運動神経を持つハンニャの2人、さらにクイズに自信ありのベッキー、強力な戦力となるか。一方ロンブーリオオードリーチーム、注目は。クイズが誰が得意なの。マユ。え、嘘。あら、しっかり者。運動は。運動は確かに。運動は。サシラさんはじゃあ何が。何もできない。何もできない。元気も備えないし。さらに良い子浜口、そして大巨人チェホンマンが参戦。果たしてこのメンバーでどんな戦いが繰り広げられるのか。まず彼らが挑むステージは、床の間。一見何の変哲もない細長いこの部屋、しかし普通と違うのは部屋の奥が奈落の底になっていること。しかも部屋の床は妙に滑りやすい。そして部屋の中には鍵のかかった宝箱が。果たしてこの部屋にはどんな仕掛けが隠されているのか。先にこの部屋に挑戦するのはロンブーリオオードリーチーム。メンバーは良い子浜口、オードリー春日、 AKB1 のヘタレキャラ指原。この後3人は未体験の恐怖を味わうこととなる。どうした、怖いよ。なんだもん。あら、え、すごい穴が開いてますけれども。あー、もうやだ、最悪。すごい穴が開いてる。やばい。いやでも落ちひんやろ、こっち系。全然見えないですよ。うわ、怖い。怖い、どうしよう。ダメだ。ファラ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 。出たな。ようこそ、床の間へ。床の間。床の間とな。なるほど、これはいいね。いろんなパターンのポンコツが集まってるね。ポンコツじゃないよ、違いますよ。ピンクポンコツと無人島ポンコツと AKB ポンコツが。いやだよ、無人島ポンコツ。それでは早速このステージの仕掛けを体験していただきましょう。パンパンホイヤー出た。ホイヤー、何何ホイヤー出たぞ。ホイヤー、なんか動いてる。危ない、やばい、やばい、どうすればいい、どうすればいい。外向いてるぞ。やばい、やばい。何ちゃうの、何これ、どういうことよ。坂になっていくってこと。坂だ、坂だ。怖い、怖い、怖い、怖い。ここにとりあえず避難する。ここ行こう、ここ行こう。
ゃ危ない。うわーすげー危ない。もう止めた。何どうしたらいいの。突然傾き始めた床は一気に30度まで上昇。3人は床に設置されたただ一つの足場に避難。一歩踏み外せば奈落の底へ。一体この後何が始まるのか。飽きそう。みんないい顔するじゃないの。ゾクゾクしてきちゃうね。なんか、どうしたらいいのよこれ。どうしたらいいか今説明するから聞きやがれ、聞こうじゃないか。皆さんにはこの部屋の3つのクイズゾーンでクイズに挑戦してもらいます。下のゾーンから順番にクイズに答え一番上を目指す。各ゾーンに全員が移動しなければクイズは出題されない。制限時間10分以内に3つのゾーンをクリアすると黄金のファラオ像を手に入れるための最後の試練に挑戦できるのだ。成功すれば床の傾きが元に戻り宝箱のロックが解除されファラオ像を手にすることができる。ただし問題を考えている間床は傾き続けるのでどんどん移動が難しくなっていく。ちなみにこの部屋では体力的に不利な女性をいかにゴールさせるかその作戦が重要となる。やってみろじゃないか。チャレンジスタートです。じゃあどこ足場足場出るって出るってどこだどこだ。第一ゾーンの足場が出ます。どこだどこ出た。えうわー出てくの出てくの。遠いですけども。これ行かなあかんの。早く移動しなきゃ。早くだってこれ3人とも急いで次の足場に移動したいが何度も言うようにここの床は非常に滑りやすい。行きましょうか。せーの。あ無理だ無理だ無理だ。上上がんな無理っすわ。俺が先に春日体貸してくれ。春日私の体をですか、うん、そんなんできます。ちょっと春日掘ってくれよ。痛い重い掘ってくれよ、はいはい、どうちょっとここ気をつけ。おーいった。気をつけ。おーいった。やばいかっこいい。すごい。やばいかっこいい。すごいすごい。でこちらだ。さしこさしこさんを、はい、カスが手使ってこっちに渡して俺持ってこっちにグーッと引っ張るわ。なるほどなるほど。ちょっと待って、そうなってくるとカスガが最終的に置いてかれる感じ。ちょっと私先に行く。やだやだ。私が先。何がカスガもう俺手使うから自力で来た。じゃあ早くもう時間がないから時間がないから。どうすればいいですか。じゃあ今みたいにこう登ってさよいしょ。俺の手掴んで。あ足つった。やばい。どうしよう。この登ってけよしせーの、よいしょ。よいしょ。おいった。いった。よしよしよし。これじゃないですか。第一ゾーンクイズスタートです。床が傾き始めます。え、またやばいやばい。うわー、もうダメじゃねえかよ。これはやばい。うわわわ、これはやばい。共通ワードクイズ、正解ノルマは3問。このクイズは2つの絵に共通する言葉を導き出さなければならない。例題はこちら。この2枚の絵に共通する言葉とは。正解は再会。このクイズは柔軟な頭脳とひらめきが必要とされる。うまいね。では第1問。読めない。30年前後。あ、分かった。これ何分かった。何とか遡。あ、よし遡る。すごい。よし第2問。何や見えねえ。花垂れた飛び立つじゃない。花垂れ。あ、すごい。花垂れる。よし第3問。虫歯。入った。悔しい。こっちから。敗退。すごい。敗退。
え、なんでそんなことすごいダメだ、それはもうノルマをクリアしたので床の傾きが止まりました。第2ゾーンに移動してください。下見たらすごい、ダメだ、させみんな、させない、こうしよう、俺が春日の頭越えて、越えて向こうまで行ってもらって、向こうにパンパンで行くわ、うん、よし、じゃあちょっと耐えてくれよ、よし、やばい、怖くて見れない、どうしよう、よいしょ、すごい、よいしょ、すごい、すごい、よっしゃ、すごい、よし、いいや、すごい、怖い、あー、しよう、しよう、これはね、ちょっと厳しい、行きます、結構遠いよ、うわ、もうあと5分切ってるよ、できるだけ、カスカも体こっち、こっち、頭いっちゃっていいからね、怖い、怖い、頭乗っけちゃっていいよ、頭、うん、で、俺の手首も、手首持って、手首、はい、オッケー、オッケー、オッケー、待てよ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 、怖いです、どうしよう、いける、いける、そのまま来い、そのまま来い、これ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 、いける、いける、いける、足かけて、足をかけて、もう何もやってへんやんか、何の努力もやってへんやんか、足をかけて、俺持ってるから、大丈夫、オッケー、オッケー、オッケー、よっしゃ、さあ、足、春日だけ、もうこれ、これ、さあ、春日、こんなとこで終わりたくない、多いな、これ、やばい、時間がない、もう引っ張るか、引っ張り上げるか、引けるか、重いから二人とも一気になんか巻き込まれる可能性もある、それ危ないですね、一気に止めますからね、一気に止め、これ、これ目指してくれよ、飛び出しますから、私、オッケー、いきますよ、先ほどよりもはるかに傾斜がきつい状態での移動、春日、果たして届くのか、せーの、よいしょ、よいしょ、やばい、やだ、よいしょ、よいしょ、決死のジャンプも虚しく奈落の底へ脱落。ここからは残った2人で先に進まなければならない。カズガさん、ごめんなさい。第2ゾーンクイズスタートです。クイズや、クイズや。床が傾き始めます。背が足りなくて見えないよ。共通ワードクイズ、正解ノルマは2問。では第1問。え、なんやこれ、気に…え、気に触る、あ、せーの、気に触る、よっしゃ。第2問。え、シャーペンの芯出す、出す、飛び出る違う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 、シャ、芯、芯、芯が出る、死んで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 る、よっしゃ。ノルマをクリアしたので床の傾きが止まりました。助かった、うわ、第3ゾーンに移動してください。あそこ、どうすればいいんだ、春日さん、春日さん戻ってきて、無理だよ、浜崎さんが土台にならないと無理ですよね。もうじゃあ俺パパパンって行って、はい、あそこに渡るしかないよな、はい、もうダメだ、もう涙出てきた、大丈夫大丈夫、行ってみるよ、はい、ちょ、俺落ちたらもう指原頼むで、はい、行ってくるから、で浜口さん行ったらあかんって、いやいや、あかんで、絶対あかんって、行ってくるから、あー、できない、あー、できない、あー、できない、チームの大黒柱となっていた浜口だが力尽き脱落。浜口あえなく落下。そして一人残された指原は、どうすればいいの、これどうすればいいの、泣いてる、泣いてる、制限時間残り1分。もうジャンプしかないよ、なんて。ですね、まずこれどうするかと言いますと、私はですね、もうこれは行くしかないですよね。でも一人になったらやるタイプかもしれない。あ、スイッチ入るかな。いや確かにもうやるしかない。ミラクル、まさかミラクル、はい、これ行きます。覚悟を決め、ゆっくりと立ち上がる指原、ヘタレアイドル、奇跡を起こせるか。
きます。落ちたためロンブーリョー&オードリーチーム失格です。いやーあれだったけども何だ何だ何だ入ってこんな何だ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 3人にただ一つだけお願いです。リアクションを取ってください。なんで3人でも何にも言わずに落ちていくの。いやだあれやったら分かるやったら分かるやったら分かるないよね。あのいつの間にかその風景が変わってるんですよ。自分の中では言ってるんですけど、なんか茶色がザーロングリオオードリーチーム第一ステージファラオ像獲得ならず。続いては関ジャニエとベッキーチーム挑戦するのはチームリーダーの関ジャニ村上とベッキー、そして高い身体能力を持つハニヤカナダ。ロンブリオオードリーチームは最後の試練までたどり着くことができなかったが、果たして彼らは。パンダラフェラホイヤーホイヤー始まりましたよ。やばい、ほら来た、来ましたよ。上がって冷静に行きましょうよ。そう、落ち着いてね、落ち着いて、着いて、まず落ち着いて、冷静に。あそこ行きましょうじゃん、ね、冷静に、冷静に行きましょう。こういう時はいや、これ動いたらめっちゃドキドキするやばい。そして今回の床の角度は一気に30度まで上昇。ちょっとほんまに、ほんまに、ほんまか、行きます。あっちどうします、作戦。あ、止まった。どうですか皆さん、床傾いたでしょう。ちょっとやばい、やりすぎやって。短いよ。傾きが急になればなるほど動きづらくなるので、チーム内の助け合いが重要となりますよ、はい、特に男性2人、はい、ベッキーちゃんをうまくフォローしてちょうだいよ。確かに、ベッキーいなくなったらもうクイズなかなかやばなるもんね。そこで時間食うから、だからベッキー中心に行きましょうよ。だからもう、はい、ベッキーを守る会にする、はい、じゃあ私を姫って呼べばいいんじゃない。あ、呼び方はええやん別に。なんでやる気が出るでしょ。そんな人だったっけ、ベッキー。姫、姫って言われ、姫を守るぞ絶対。オッケー、チャレンジスタートです。これもうこの順番がいいんだと思う。この順番でいく。俺最後か。一番だって体力踊ってるんだから。そうですね、第一ゾーンの足場が出ます。引っ張ってもらった方がいいですね。どうやって行ったらいいの俺。これ出た。あ、じゃあカナダさん、はい、肩を使って、じゃあ私端行きましょうか、はい、入れ替わって、ちょっと入れ替わってもうて。これ入れ替わりの時気をつけて、気をつけて、うん、ちょっとごめんやね。オッケーです。どうぞ。ちょっとごめんやね。いけます。うわ、なかなかの。うわ、よしよしよし。私も手伝う。オッケー。ちょっと待って、一回手作ってみてくれへんから。オッケーです。こういう感じですか。あ、ちょっと待って。オッケーです。結構きつく、いけます。これいけそうやね。オッケーです。せーの。おっしゃおっしゃ、危ない。ちょっとして、せーの。おっしゃおっしゃ、危ない。危ない、危ない。姫、どっちから来る？足から来る？手から来る？ちょっと待って、まず行ってみます。一旦ちょっと上に。どうすればいいの？はい。姫、引っ張らないでください。痛い。腰？腰じゃなくて、肩に乗っていただいて。そう、はい。うわぁ、なかなかの、うわぁ、ベッキー。あー、姫。ちょっと、私が重いと思われるでしょ。いや、大丈夫です。どうすればいいの？これで、じゃあ止める？抱きついていいですか？いいよ。すいません、視聴者の皆さん、行きましょう。ファンの皆さん、ごめんなさい。せーの、オッケー。せーの、オッケー。あ、よし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 、素敵。よし、大丈夫？俺どうしたらいいんですか？頑張って。頑張って。嘘でしょ？何とかして。嘘。ちょっと来れる？ちょっとじゃあ奥まで行っといてください。いや、嘘。じゃあ二人で抱きしめてください。こう？いや、違います。こういうこと。僕、あ、こっち？はい。オッケー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 、いった。よし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 、オッケーオッケー、全然余裕ですね。オッケー、大丈夫大丈夫大丈夫。オッケー、第一ゾーンクイズスタートです。床が傾き始めます。あ、そうやそうや、ここで早く当てましょう。うわ、傾いた。早く、やばいやばい。共通ワードクイズ、正解ノルマは3問。ちょっといいですか。では第1問、
痛わる。痛わる。オッケー。痛わる。よしよし。第二問。さらわれる。さらわれる。よっしゃよっしゃ。オッケー。第三問。必死だよもう。はい。咳込む。咳込む。完璧。見た見た。ナイス。うちの姫の実力見た。よっしゃナイス姫。ノルマをクリアしたので床の傾きが止まりました。よっしゃよっしゃ。第2ゾーンに移動してください。どっちこっちあっちあっちだけど、こっちだ。これどうします。また手でいきます。さっきのやり方で。さっきのカナダさん結構すごい気がした。本当ですか。まず行ってみようか。さっきパターンで行ってみよう。さっきパターンで行きましょう。さっきパターンで行きましょう。成功してる。いける。はい、行っちゃってください。ちょっと踏むよ。はい、大丈夫です。なに、うん、よし、よし、よし、オッケーっす。じゃあ行きますよ。行くよ。はい、せーの、よいしょ。オッケー。よいしょ。よいしょ。行った行った。かっこいいよ。よし、姫。はい、はい、次、姫。姫行くわ。はい、行く。オッケーっす。オッケー。ちょっと待ってね。はい、持ち上げて。いきますよ。はい、せーの。よし、オッケー。大丈夫。オッケー。よしよしよし。よし、かっこいい。ちょっと、俺毎回一人じゃないですか。俺これ何か、何か本当あり。じゃあもう一気に行きますよ。待って、どうしたっけ。抱きしめてくる。あ、これさっきより距離ある。いや、めっちゃ怖いこれ。あれ、でも私もガッと来て。いきますよ。せーの。できるよ。オッケー、オッケー、オッケー。よしよしよし。危ない危ない危ない。今ちょっと第2ゾーンクイズスタートです。床が傾き始めます。全然見えない。オッケーオッケーオッケー。全然見えない。大丈夫、そのまま。姫お願いします。共通ワードクイズ、正解ノルマは2問では。第1問問題。何何、全然見えない。服、家具、服、おうか、おうく、おうく、違うよ。おうく、服、おうふく、ちょっとごめんね。服、はい、服、家具、服、家具、服、往復でしょ。冷静に行きましょう。行き来する。に、お、に、に、お、うん、に、やばい、に、おう、服。なるほど、オッケーっす。第2問いけるよ、信じて自分を。オッケー、冷静に行きましょう。やり、はい、思いやり。よし、じゃあまずは来た来たよ。ノルマをクリアしたので床の傾きが止まりました。これ浜口さんが落ちたとこだ。第3ゾーンに移動してください。じゃあ、あ、でもさっき余裕だったから。相手チームが全滅した第3ゾーンへの移動、成功なるか。オッケー、はい、出て、はい、もう一個いくよ。はい、上にでも当たりすぎないように。オッケーっす。横に行く感じで。横ね、うん、せーのできる。よし、行った、よし、行った、行った。はい、はいはい、ちょっと姫、姫、まっすぐ。オッケーっす。ほら、はい、せーの、オッケーっす。いいよ、いいよ。村上さん、オッケー、私受け止めて、せーの。危ない、大丈夫、痛かったね。大丈夫、大丈夫です。俺全然大丈夫よ。こう体力結構使ってますよ。これきつい。なんか重くそいきますよ。重くそきてできるよ。もうこれで落ちたら頼みますよ、あと2人。はい、これ全然救うから。はい、行きますよ、せーの。よっしゃ、せーの。よっしゃ、よっしゃ、やった。クイズスタートです。床が傾き始めます。共通ワードクイズ、正解ノルマは1問です。問題。1問でいいんだ。え、全然俺わかんない。小説の書き人、人、隠れ人、へそくり。え、すごい角度だ。物書き、書く、か、書き、書き、書く、隠し、隠し事、書く仕事。やそうや、姫、だ、姫、ありがとう。イエーイ、イエーイ、来た。どこ、あら、あ、わらわらわら
ラパラパラ。よくここまでたどり着きました。つい余裕ないよ。3つのクイズを全てクリアした諸君たちを次に待ち受けるのは、黄金のファラオ像への最後の難関、坂落ちの試練。ルールを説明しましょう。これから出題されるのは3択クイズ。回答は坂の上にある赤、青、黄色の3色の玉を使って行われる。正解の選択肢と同じ色の玉を手に取り、坂の下にある顔の口にはめ込むことができればステージクリアとなる。制限時間は2分。時間いっぱいまで残っているメンバーがチャレンジできる。ちなみに坂の上には長いロープがありますので、うまく使って斜面を滑ってください。ロープは1人分しか支えられない強度なので気をつけてくださいね。やばい、みんないけないんだよ。でもこれ、それでは坂落ちの試練に挑戦する前に足場を出しておきましょう。ね、さあ、それでは皆さん健闘を祈っております。頑張ってちょうだいね。バイバイ。それでは坂落ちの試練スタートです。2分しかないんだ。三択広辞苑クイズ。広辞苑に載っている正しい意味を選びなさい。補足問題。え、悪賢いじゃない。の癒し、私たちのイメージだと青ですよね。青やな、まず青。でもこの文字とかからかも。どうします、黄色でいく。行ってみましょうか。行きましょう、時間ないから。姑っていう字だもん。はい、せやんな。うん、行きます。リーダー大丈夫ですか。届くかな、あれ。押しましょうか。また、いや、行ってみるわ。この高さ無理だ。当たるもんね。はい、行ってみるわ。はい、お願いします。おいった、すごい。オッケー、黄色ですね。で、ロープを下ろして、それを入れなきゃいけないんだ。これ入れて、やばいっす。リーダー、怖っ。これどうやっていくの。斜めに。こうや。あ、なるほど。リーダー、行きます。で、ずるっとね。大丈夫、ちょっと待って。勢いつけて、よっしゃ。すごい。いった、リーダー。天才だと思う。かっこいい。よし。でもこれが失敗すると、どう。果たして村上の運命は。どう。村上脱落。リーダー、やばい、時間ない、やばい、時間ない、時間ない、どう、やばい、もう行くしかない。とりあえず行け。どっち、はい、行きましょう。 A かな。 A 行っちゃうか。はい。やばい、やばい、やばい。目測を誤り脱落。ちょっと、一人残されたベッキー、どうする。私やんの。よし、もう行くしかないよ。坂落ちの試練成功です。いや、ちょっと褒めてみんな。本当に。頑張った。ベッキー。最後は男の力を借りず、見事一人分のファラオ像をゲット。第一ステージを終え、関ジャニ∞ベッキーチームが1対0とリード。続いてのステージは、洞窟の間。
閉鎖された部屋の中には1、2、3と書かれた扉、不思議な形の宝箱、そしてここ開けてと書かれた怪しげな壁が。果たしてこの部屋にはどんな仕掛けが隠されているのか。先にこの部屋に挑戦するのはロンブー寮オードリーチーム。メンバーはリーダー若林、そして AKB 篠田と指原。指原は床の間でのヘタレっぷりを挽回できるのか。すごいですね。ね、なんか文字が書いてある。は、な、ここ開けてって書いてある。怪しいですね、明らかに。じゃあ。指し。なんでしょ。指し開けてよ。開けた方がいいでしょ、これは。開けてって書いてある。気をつけてね。開けから。開けから。なんだ、モニターがあるな。モニターがある。あ、うん。どうもファラオです。あ、ファラオさん、このタイミングでさ、この人たち来るってすごくない？マリコ様とさ、あ、サシコの方が来てんだ。ごめんなさいね、眉じゃなくて。ええやんけ。ただ今のこのサシコの追い風もすごいからね。そう、追い風。あ、そう、うん、今来てるから。はい、来てないです、来てないです。ガツンとさ、決めてよサシコも。はい、でも本当に高校卒業して一番若いじゃないですか、今回の出演者の方なので。勉強したことまだ頭に残ってるんで。なるほど、学校で習ったようなものだったらいけると。確かに。それではこの部屋でトレの秘宝、黄金のファラオ像をゲットするためのルールを説明します。はい。まず3つの洞窟でそれぞれ3択問題に挑戦。洞窟の奥の祭壇に並ぶ3つの宝玉の中から正解と同じ色を選び、真実の台座に置いて回答。選択肢は祭壇でしか見ることができない。そのため1人が洞窟に入り、選択肢の文面を仲間に伝え、相談して答えを決めなければならない。問題に正解すると石板を獲得。この石板は最後の場面でファラオ像をゲットするための重要な役割を果たす。不正解だと洞窟の床が開き奈落の底へ落下。制限時間は10分。今回マジで頑張ります。やばいよ、頑張りましょう。3人は通信機で情報交換し相談しながら3択問題の攻略を目指す。じゃあ頑張ってね、幸運を祈ります。バイバイと。うわ、怖い、どうしよう。ファンタラノリ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 だね、これ。チャレンジスタートです。落ち着いてる。落ち着いてる。10分だよ、10分しかないんだから。問題問題問題、早く早く問題、早くして、早く問題。どこで問題。第1問。次のうち学校の理科室の椅子に背もたれがない理由はどれでしょう。確かに背もたれない。サッシー一番うるさいよ、勉強室に近いから。大丈夫、サッシー。ごめんね、俺リーダーだから残ってないと。学校生活一番近いから、いろいろ考えると俺が言った方がいいのかもしれないけど。早く教えて。頼むよサッシー。ですね、赤。赤。実験中危険があった時逃げやすいから。あ、でもこれも細い。青、白衣を着てても座りやすいから。黄色が机の下に収納しやすいから。でもやっぱ実験っていう意味では赤がすごい。でもさ、赤はさ、当たり前すぎるしさ。黄色ってどういうことですか。黄色は多分机の下に椅子が収納しやすい。なんで背もたれがなかったら収納しやすい。でもこれだと理科だけじゃなくても言えるから、理科オンリー感がないんだよね、黄色。私多分赤だと思うんですけど。赤だと思う。やっぱいろんな実験するし。でも赤は違うと思うんです。え、なんで。なんでだって赤ってもうそのなんかスタッフさんの思うツボじゃないですか、選んだら。いや、意外にこういうシンプルなのが、シンプルすぎるよね、確かにね。ちっちゃい。指原青だと思います。指原青ね。ちょ、時間ないから早く決めてください。白衣が背中に挟まってみたいなとかあるから、危ないとかやから。あ、青だ青だこれ。でも大学とかもきっとそうじゃないですか。大学って白衣着たりしますよね。でも大学もないもんね、背もたれ。じゃあ 俺も青だと思うわ。マジで。青とか、本当に青で行こう。青にしましょうか。うん、いい。じゃあ青の白衣を着てても座りやすいから。頼む。頑張れ。グイグイ来てる指原の意見を尊重し青を選択。果たして。もう終わり。
絶対そうですよ。赤か。指原さん失格です。ヘタレはずっとヘタレのままなのか。指原ダーツナーク。え、怖い。私行きますね。うん、いいよ。じゃあ指原は犠牲になったが、選択肢は2つに絞られた。果たして篠田の運命は正解か奈落の底か。いいですか、もう赤で。赤。私も赤だと思うんで、うん、危険だから赤にします。はい、お願い。やってまい、やってまい、お願い。篠田の予想を的中。石板を3枚ゲット。よし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 。あー、痛い。時間が次、時間が次。第2問。第2問。人間が初めてアイシャドウを使ったのは古代エジプト時代でした。次のうちその目的はどれでしょう。ちょっとじゃあ俺がな、次は。私行きます。いや俺行った方がいいでしょ。私なんか分かるんですよこれ。分かるの。なんとなく分かる。分かる。じゃあ行こう。分かるのね。分かるって。これ分かる気がする。分かる。あ、行きますよ。うん。赤が日光の眩しさを抑えるため。日光、はい。青がお金持ちをアピールするため。お金持ち、はい。で、黄色が目に虫を寄せ付けないため。目に虫。はい。で、なんかアイシャドウとかそういう化粧品って、うん、虫を寄せ付けないためのもので、うん、最初生まれた気がするんですけど。それ知ってたの？いや、なんか昔習った気がする。え、それなんかの番組とかで？いや、学校で習った気がする。学校で習った。でもエジプトって砂漠じゃないですか、うん、虫いませんよね。なるほど。いやいや、虫いるの。おるか。なるほどじゃないですか。いや、いる。いる？いるでしょう。虫はどこにでもいるよ。いるかな、うん、だからエジプトだから日光なのかなとも思ったんですけど。いや、確かにお金持ちは俺ないと思うのよ、うん、私もないと思う。みんながしてたから多分、はい、選ばれた人だけじゃないから。だから、はい、日光が虫なんだけど。でも虫習ったんでしょ。習ったような気がするんですけど。それも全然あるのね、記憶に。なんかお歯黒みたいなノリなのかなと思って。お歯黒も虫を寄せ付けないためなの？いや、あれは多分違うんですけど。それ違うんかい。多分ね、そういうノリなんですよ。でもじゃあ信じるよ。いいですか。信じる。黄色行こうよ。ちょっとね、ピンときたんで。記憶あるんでしょ。私はある。行こう行こう、もう行こう。行きますね、うん、目に虫をつけないため。頼む。はい、お願いします。頼む。篠田の記憶を頼りに黄色を選択。果たして。第3問。次のうちスリッパが作られた元々の理由はどれでしょう。これ俺スリッパ。え、若林さんちょっと言われたら困るな。いやいや、やるから。よいしょ。嘘。スリッパが作られた元々の理由。赤が、あ、はい、足が冷えないようにするため。青が災害時すぐに履いて逃げられるように。で、黄色が外国人が靴のまま履けるように。でもさ、災害時に青ね、うん、逃げても走りにくいもんね、スリッパってね。そうですね。これは多分ないですね。外国人が靴のまま履けるようにってことは日本で。でも外国人ってスリッパ履かないでも靴のまま入りません？そうだよね。足が冷えないようにじゃないと思うんですけど。足が冷えないようにじゃないと思う。どうしよう、時間なくなってきた。足が冷えないようにじゃないと思う。じゃないと思うけど。うん、足冷えるもんね。うん、冷えますね。だったら靴下とかの方が良くない？そうだよね。で、俺ね、災害は違うと思うんだよ。だから、うん、靴のまま履いてんの見たことないけどな。制限時間まで残り2分です。ね、靴のまま履くってことは何用に作られたんだ？スリッパ、そういう、やばいやばい、1分。あ、でも学校とかって、うん、上履きの上にスリッパ履きますよね。見たことない俺。そんなことあった？俺そんなことしないよ。しない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 。いや、でも外国人じゃないからな。うん、ちょっと逆に惑わされてんだけど。俺は青が違うと思うの絶対、うんうん、だから、うん、赤違うと思うんだよね、うん、
じゃあもう黄色にかける。じゃあかけましょう。じゃあ黄色いくよ。うん、黄色。じゃあ黄色で勝負。黄色、外国人が靴のまま履けるように。いや黄色は消去法って良くないんだよね。消去法大体良くないんだよ。根拠は弱いが消去法で黄色を選択。答えは黄色、外国人が靴のまま履けるように。停止しました。よし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 。あれ？パラ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 ーンと。いやいやいや、お見事だったね。え？マリコ様大活躍じゃない。結構今回本当に分かってるんですけど私。そうよね、全部マリコ様が言ってるやつ合ってるもんね。やった。うん、若林はそこによくついていってる。そこだけは褒めてやろう。そこそこ推理したでしょ。ここで黄金のファラオ像への最後の難関、石板の試練。彼らが挑むのは漢字石板パズル。石板は第1と第2の洞窟で3枚ずつ、第3の洞窟で4枚手に入る。制限時間1分以内に合計10枚の石板を並べて3文字の言葉を3つ作ることができたらクリア。ただし1枚はダミーとなっている。よし、早く若林さん来て。よしよしよし。それでは字のコマ、心の準備はよろしいですか。よっしゃ、石板の試練スタート。コマコマコマ。うわー、4文字だ。海水、海水浴、海水浴。一個海水浴。あれ、下水道か。あれ一個違うな。食、うん、食産地、うん、食産地、飲飲水飲え飲水水道海。間に合うな、間に合うな、間に合うな。海水浴で、うん、残り30秒です。なこれなんだろう。これなんだ。うんうん、これああやばい、違う、違うか。下水道じゃないもんね。飲食物で、飲食物、下産地、農産地、農産地、農産地ってありましたか。農産地、あ、違う。残り10秒です。え、水産地、違うか、違うか。あ、地下道だ、地下道だ、地下道。え、よっしゃー、石板の試練、成功です。おめでとうございます。よっしゃー、お見事。残り1秒で石板の試練クリア。結構ギリギリ。あ、出てきた。出た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 。何？可愛い。これ可愛いか？これ可愛いかな、マリコ様これ。若林、篠田の活躍で論文量オードリーチーム、ファラオ像を2体ゲット。マリコ様すごかった。取りました本当に今回は。それ手に持ってるのが黄金のファラオ像でございますけども、いかがでございますか。可愛いですよねこれ。やだ、僕の分身なんですけど。いとこに金かけましたね。お前可愛いシンボルだからね、トレの。すごいんですよ。指原さん、はい、手応えはあります。嘘だ嘘だ。頑張ったっていう気持ち、うん、はい、結構頑固にいずんなかったよねクイズの答え。最初絶対あのここでじゃあダメだと思ったんですよ、うん、でも、まあ、騙された方が良かったんでしょうね。何騙されるな。2対1と逆転に成功した論文量オードリーチーム。続いて関ジャニ∞ベッキーチーム、挑むのはレーダーの関ジャニ渋谷と般若のカナダ川島。対戦チームは2人成功。果たして彼らは。いよいよチャレンジスタート。あ、何、やばい、よっしゃ行こう。第1問。次のうちワイシャツの裾が他のシャツよりも長い元々の理由はどれでしょう。はい、ワイシャツの裾が他のシャツよ。そんなん人それぞれやろ。あ、だあ、じゃあ どうする。しめたじゃん。俺行く。はい、行く。リーダー、あー怖い。リーダーまず頼みます。 OK。 リーダー、ちょ、三択教えてください。大丈夫ですかリーダー。何これ。ワイシャツ、他のシャツよりも長い元々の理由はどれ。どれ。
何書いてます？はい、赤、ズボンから出にくくするためで、青が、はい、ホックがエプロンとして使っていたから。ホックがエプロンとして使ってたから。で、黄色、が昔下着の役割を持っていたから。なるほど、ね、どれですか？川島はどれだと思う？今んとこ昔下着として使ってたっていうのは、うん、これは現代のいやらしい部分が出てますから。どういうこと？どういうこと？今ほら裸にエプロンみたいな、そういうちょっとパジャマ的なことじゃないですか、黄色は。うんうん、だから絶対違うと思います。僕赤か青どっちかだと思います。いやひどい。吉本を代表するアホやから。マジですか？はい、渋谷リーダーどっちやと思います？いや赤やったら普通すぎないですか？今でもそうでしょ、ね、ズボンが出にくくするってそれそうですもんね、うん、でコックがエプロンとして使っ、いや僕はね正直ね、うん、青だと思ってるんですよ。へえ、はい、黄色っぽくないですか？黄色ですか？昔下着？うん、なんかもうそのシャツと一緒でやってまおうぜみたいな。いやあのね、違うんですよ。ワイシャツってそもそもその軍隊系の衣装ですから、下着ではないんですよ確か。そっか。軍隊系やったらコック関係あれへんやん。そうなんだ。あ、そっか。あ、でも軍隊のコック、その軍隊のコック、なんでそんなかぶせる？料理長隊長みたいな。ちょ、時間使いすぎやって。全然まとまりないよ俺が。やばい、どうします？じゃあどうする？川島さんとどれだと思う？僕は赤だと思います。カナダさんは？俺は青だと思います。嘘、俺黄色やと思う。よっしゃ、もうバラバラやんけ。このチームひどいぞ。ひどい、やばいやばいやばい。ちょ、どうするどうする？まとめて。リーダー誰ですか？リーダー決めて。リーダーが。俺無理、そんなリーダーの気質じゃないねん。嘘。よっしゃ、分かった、じゃあ青でいきましょう。オッケー、オッケー。青、コックエプロン。ファッションでなんかこうテロンってなってるシャツは絶対中に入れないといけないっていう。まっすぐなシャツは外に出してもいいけど。ということは中に入れるってことはエプロンじゃないような気がしてしまう。うわ、大丈夫？オッケー。じゃあ青、コックがエプロンとして使っていたから置きます。はい、頼む。どうだ、お願い。カナダの決断で青を選択。リーダーを放棄した渋谷、残れるか。どうだ。ジャニーズいます？芸人がね、ジャニーズ消しだね。嘘。渋谷さん、失格です。うわマジか。うわ最悪だ。続いて川島が洞窟へ。残り2つの選択肢から答えを選ぶ。川島、下着の黄色ね。下着じゃないかなと思うけど。あ、違う、俺は赤、赤。ズボンから出にくくするためだと思うんだけど。あ、そうか。でも青が失敗だから、渋谷さんが言ってた黄色か、それとも自分を信じるか。カナダどっちだと思う？俺は黄色、渋谷さん信じます。これは何？青は、青、青はもう触らなくていいんだよ川島。そっか、時間がないんだよ。やばいやばい、ダラダラやんなよ。もうどっちにする？俺が決めていいのか？川島が決めるんだ。いやこれは時間ない、時間ない、時間ない。だからズボンから出にくくするためっていう。よし、川島のやつたち赤で行こう。赤で行くか。よし、やばい。じゃあ赤置きます。ズボンから出にくくするため。あ、大丈夫か。どうだ。落ちろ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 。大した話し合いもなく川島の意見で赤を選択。果たしてどうだ。頼む、大丈夫だろう。嘘、マジで。なんでみんなバイバイ。マジか。みんなバイバイ。マジか。みんなバイバイ。マジか。よっしゃ、やった。最悪。川島さん失格です。全部俺のせいだ。2人の犠牲で答えは黄色に判明。カナダ正解の宝玉を置き、ようやく石板を3枚獲得。やばい。よっしゃ、次。はい、第2問。
次のうち昨年日本の家庭で1世帯あたりの年間購入額が最も高かったものはどれでしょう。はぁ、1世帯あたりの年間購入、1世帯あたりのね、よっしゃ、ミネラルウォーター、牛乳、ビール、ミネラルウォーター、日本の昨年でしょ、日本の家庭で1世帯あたり年間購入、よっしゃ、いきますよ、黄色のビールかな。ビールって買うわ、そんなに。だって、いや水か、どっちで、牛乳はないな。よっしゃ、黄色ビール。うわ、どうだ、やっちゃったじゃんこれ。一人ぼっちのカナダ、誰とも相談できず黄色を選択、生き残れるか。うわー、やってしまった、やってしまった、やってしまった、よっしゃー、やばー、とりあえず、うわ、カナダさん失格です。ちなみにただいまの問題の答えは牛乳でした。関ジャニ∞&ベッキーチーム、チャレンジ失敗です。関ジャニ∞ベッキーチーム、ファラオ像をゲットならず。村上くん見てみよ、目合わせになっちゃう。ちょっとすいません、村上くん、本当にすいません。俺らはまだ敵やからやけど、めっちゃキレてますけど。いや、そうや、全然応援してなかったよ、後半。村上くん3人のこと応援はしてくださいよ、同じチームなんですから。どこ応援したい。第2ステージを終え、ロンブーリョーオードリーチームが2対1とリード。続いて彼らが挑むステージは、壁の間。クイズゾーンとセーフティーゾーンの2つの部屋があり、宝箱はセーフティーゾーンにある。そして間には全長10メートル、高さ3メートルの細長い通路。さらに通路の真ん中には怪しげなボックスが。一体これから何が始まるというのか。先にこの部屋に挑むのは関ジャニ∞ベッキーチーム。メンバーはリーダーのベッキー、スッキリからテリー伊藤、そしてようやく到着した加藤浩二の3人。123でしっかりしてるね。しっかりしてる。あ、来た。ファラ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 。おい、加藤浩二があんな檻をガチャガチャやったらもうゴリラにしか見えないじゃないかよ。で、その2人と一緒にいるとベッキーちゃんが一瞬葉山エレーヌに見えるっていう。そうか、だいたいこんな感じだよ。こんな感じだよね。で、俺らステージこんな感じだな。スッキリ天気予報です。わあ、すげえ。葉山、もうダメだぞ、お前、お前のポジションないからな。お疲れ様でした。どうしよう、どんな仕事取るな、ベッキーは。うまい。それでは、この世でトーレの秘宝、黄金のファラオ像をゲットするためのルールを説明します。この部屋は、これから左右の壁が迫ってくる。全員正解クイズに3問正解すれば壁が止まり、1人ずつ最後の試練に挑戦できる。テリーさん、そして加藤浩二が吠え面かくとこ見てみたいね。吠え面かかせますよ、ほんとに。なるほど、ということで私ここまでです。バイバイね。バイバイ。アンサーボックスには A と B の選択ボタンがあり、ここから3人は2択の全員正解クイズに挑む。パンダラヘラホイヤー。テリーさんのテンション上がってる。チャレンジスタートです。うわ、動いてる、動いてる、動いてる、怖っ。それでは問題。はい。タータンチェックはどっち？え？わかんねえ。正解は、やった B でした。やったー、やった、いい感じ。1ポイント獲得です。問題、漢字で西の瓜と書くのはどっち？はい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 。え？正解は B でした。あ、ベッキー、南だ。ベッキー、落ち着いて。問題、平成が始まったのはどっち？こっちか。正解は B でした。あー、 B です。あー、これ落ち着こう。問題、キャビアは
どっち？これいける、これいけるよね、これいける、これいけるよね。 B はあっちだから、あっちだからね、あっちのやつだからね。イエーイ、正解は A でした。OK、 あと1問大丈夫、いける、2ポイント獲得です。はい、問題。テリーさん楽しんでる。日本の初代総理大臣はどっち？はい、懐かしい、懐かしい、イエーイ、伊藤ちゃん。正解は伊藤ちゃん、伊藤ちゃん A でした。オッケー、オッケー、きた、よし、3ポイント獲得したため壁が止まりました。次の試練に挑戦する人を一人選んでください。これ誰？じゃあこれは私に行かせていただきます。本当に？よし、頑張ってテリーさん。まず鍵獲得してください。オッケー、お願いします。じゃあテリーさんお願いします。いきます。黄金のファラオ像への最後の難関、鉄球の試練。まずは2本の棒の上で鉄球を転がして青い筒の中に落とすと鍵が出てくる。この時微妙な加減で棒を開き、起伏を乗り越えることが重要。そして取れた鍵を通路の先にある鍵穴に刺して回せば、宝箱のロックが一つ解除される。最終的に3本の鍵を回すと宝箱が開き、ファラオ像を手にすることができる。ただし30秒を過ぎると壁が一気に閉まり閉じ込められ、チャレンジ失敗となる。テリー伊藤さん、鉄球の試練スタートです。落ち着いて、大丈夫、いける、テリーさんいける、落ち着いて、いける、お大丈夫大丈夫、そんな感じ。20秒前、落ち着いて、おう、テリーさん落ち着いて、スーッといいんじゃないかな、それ。うん、行きましょう、次は行きます、行きましょう。10秒前、おお、お時間が、テリーさん、テリーさん、あテリーさん、テリーさん、あスッとスッとスッと、うわこれで君になったよ。鉄球の試練の難所、棒の起伏を乗り越えられずテリー伊藤脱落。これで宝箱を開けるためには2人で鍵を3本、つまりどちらかが鍵を2本取りしなければならなくなった。加藤、はい、臭いよ。そう、今結構迫真の演技だった。さあちょっとテリーさんがあんなことになっちゃったから、あれ難しいね、相当難しいのよ、うん、落ち着いて頑張ってちょうだいよ。じゃあね、バイバイ。バイバイ。楽だなあいつ。再び壁が動き出します。それでは問題、リサイクルマークでスチールはどっち？こっちか。え？正解は B でした。ごめんベッキー。大丈夫ですよ。問題。ちょっとあれだね。北海道にあるのはどっち？はいはいはい。これ別名あるからね。はい。うん、わかるでしょ？はい。うん。正解は B でした。オッケーオッケー。大丈夫。1ポイント獲得です。はいはい。問題。ボーリングでスペアの記号はどっち？はい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 、はい、いいねこれで。オッケーオッケー大丈夫。あ、違う違う、あれ？あれ？え？え？嘘？正解は A でした。ごめんなさい。ごめんなさい。問題。落ち着こう。はい。富山の駅弁はどっち？どういう？富山はこれが有名だけどな。あ、オッケー。正解は A でした。逆よ二人とも。問題、ニューヨークはどっち？あ、あ、もうこれは、あ、これ後ろ見よう、あ、オッケー、後ろ見よう、大丈夫。正解は A でした。オッケー、よくできてるな。2ポイント獲得です。レインボーブリッジ見えますからね。問題、牛蜜時はどっち？はいはいはい、はいはいはい、はいはいはい、
大丈夫だよね、あっちだよね。大丈夫です、大丈夫です。怖いよね。正解は A でした。 OK! Thank you! あー、危ない。おー、もうこんな手だ。3ポイント獲得したため壁が止まりました。すごい。次の試練に挑戦する人を1人選んでください。私が行きます。で、行くか。多分2本できたらお願いします。わかりました。日光行く。日光は厳しいよ。ベッキーさん、はい、鉄球の試練スタートです。落ち着いて。おっとっとと、いいよいいよ、時間あるよ、まだ大丈夫だよ、まだ時間あるよ。うまい。あー、確率に1個いこう。大丈夫。うん、 OK。 あー、そこでダメージがなんの。うまい、うまい。 OK OK、 鍵鍵鍵鍵鍵回して急げ。ベッキー、やだーやだー。ベッキーさん、チャレンジ失敗です。ベッキー、ほっぺた歪んだんちゃうか。惜しい。ベッキー、あと一歩及ばず脱落。しかし鍵は穴に刺してしっかり解除されていたので、宝箱の鍵が一つ解除されました。宝箱が開くまで残りの鍵は2本です。あー、ベッキー失敗したか。いけたのにな、そこまで。なんだよ。よし、2個やるか。じゃあ、いや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 、寂しくなったな。再び壁が動き出します。それでは問題。カシミヤの原料はどっち？カシミヤ？何？こっちでしょうよ。何でしょうよ。正解は B でした。そうでしょう。1ポイント獲得です。問題、はい、電流の単位はどっち？電圧が、はい、で、こっちか、違うか。で、正解は、あ、やっちゃった。 B でした。いや、やっちゃった。問題、ペルーにある遺跡、マチュピチュはどっち？マチュピチュはこっちでしょ。もうちょっと買ってきてますね、やばいね。はい、正解は A でした。はいはい、あと1問ね。2ポイント獲得です。あと1問ね。問題早く読めるからな。問題、早く読めるからな。ブッシュ、あくびはどっち？どうでしょう。そうだね。うん。答え入って、入って。正解は、そうでしょ。B でした。いい。よし、OK。うわ、近っ。近っ。3ポイント獲得したため壁が止まりました。いやー、2つ。次の試練に進んでください。わかりました。こっからやね。日本。いよいよクライマックス。宝箱を開けるには鍵を2本取りするしかない。加藤浩二、奇跡を起こせるか。加藤さん、はい、鉄球の試練スタートです。わかりました。よし、おお、おお、20秒前。ダイハードバリの活躍で驚異の鍵2本取り成功。
この男意外にやるかも。来た。宝箱のロック解除成功です。来たよ。なんのかな、これ1個取っていいんだね。1個いただいてゲットしました。加藤浩次の大活躍で関ジェニエとベッキーチームファラオ像一体獲得。かっこよかった。かっこよかった。これ人生の運を全て使ってます。もうちょっと残してください。おい、見たの？見ちゃったよ。加藤浩次正直かっこよかった。出しちゃったね。現時点であなたもうブルースウィルス超えてる。髪剃らなきゃ。ちょっと眉とかも結構今のかっこいいなとか思っちゃったりしたの？すごい、本当ハリウッドスターかのようにすごかったですね。う違うよ、あいつは今一瞬かっこいいけどただのガラガラ声のゴリラだからね。関ジェニエとベッキーチーム、これで2対2の同点に追いついた。続いてロングリオオードリーチーム、挑むのは AKB 渡辺真由、チェホンマン、濱口優の3人。おお、めっちゃパラ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 。愛しのまゆゆ様がいるじゃないの。どうもまゆゆ、元気ですか？いやいやいや、やっぱすごい、なんかいつも通り顔がテカってますね。いつも通り会ったことあるの？なんかよくお会いする顔だなって。あ、そうなんや。はい、まあ、テカってるよね。それは金だからそれはテカってるよね、ファラオは。ケホンマン、はいよ。自信はありますか？なぜ照れる？自信あるよ。おお、怖いな。なんだよ。おお、なんでもねえです。関ジャニエとベッキーチームはファラオ像を1体獲得できたが、こちらのチームは果たして？パンダララポイヤー。よし来い。チャレンジスタートです。オッケー。わあ、あ、壁が動いてる。あ、なんでこれ？問題来い。壁が。それでは問題。はい。チヂミはどっち？よっしゃ、こっちやろう。なあ、こっちだ。押して、ボタン押して。お、よし。みんな、正解は A でした。オッケー。いい感じですね。1ポイント獲得です。問題。リトマス試験紙でアルカリ性はどっち？どっちやったっけな。おー、わかんねえよ。あ、難しいよ。なるほど。こっちかい。こっち。よっしゃ。正解は A でした。間違えちゃった。問題。アメリカの前大統領はどっち？こっちちゃうか。こっち多分ちゃうかな。よしよしよし。正解は A でした。2ポイント獲得です。問題。大きいのはどっち？あ、これダメだ。わかんねえよ。こっちか。こっちか。お、あ、これは。よっしゃ。正解は B でした。よっしゃ。やったー。来たか。よっしゃ。止まった。止まった。三ポイント獲得したため壁が止まりました。次の試練に挑戦する人を一人選んでください。チェさん行く。あ、よっしゃ。はい、行きましょう。チェさん行こう。行きましょう。行こう行こう。決意決めてくれ。チェホンマンさん、鉄球の試練。スタートです。よし、出た。なにこれ。鉄球、鉄球。うわぁ、手が結構大きいから。20秒前。あ、小さいですよ。頑張って頑張って、30秒だよ。頑張れ頑張れ。おお、あ、惜しい。いけるいける。でもいける。頑張ってください。まだまだ。あ、お父さん大丈夫大丈夫。まだまだ。入った入った。大丈夫ですよ。おっ、入った。やった。入ったすごい。よっしゃ、マジゲット。あ、来た。あ、よかった。あ、来た。あ、よかった。あ、来た。あ、よかった。あ、ダメ。チェホンマンさん、チャレンジ失敗です。はい、や、ただし宝箱の鍵が一つ解除されました。チェホンマン、壁に閉じ込められながらも鍵だけはしっかり解除。
これで宝箱を開けるために必要な鍵はあと2本。再び壁が動き出します。はい。それでは問題、ヒヤシンスはどっち？これは知ってる。こっちか。こっちかな。どんどん問題いこうな。はい。お、正解はB でした。どう1ポイント獲得です。行きましょう。1個取った。1個取った。問題、壁が来てる。アルファベットで10番目の文字はどっち？お、こっちだ。こっちか。正解はそうだね、 A でした。オッケー。2つと2つ、あと1つ。2ポイント獲得です。問題、ラグビーボールはどっち？ラグビー？どう違う？こっちか。こっち？よく見るよね。似てますね。似てるな。あ、オッケー。正解は A でした。あ、間違った。問題、電球がより明るくつくのはどっち？知らねえ。どっちだったっけな。こっち。あ、違った。正解は A でした。ごめん、俺は間違ったわ。直列だ。これもやばいよ。やばいぞ。問題、意外と難しい。ホイコーローはどっち？あ、俺これ弁当屋さんでよく頼む。ホイコーロー、こっち。正解は B でした。やった。3ポイント獲得したため壁が止まりました。次の試練に挑戦する人を1人選んでください。いきます。渡辺さん、鉄球の試練スタートです。よし、落ち着いて。何ていう、はい、あ、いいよ、落ち着いて落ち着いて、まだ時間あるよ、大丈夫。頑張れ頑張れ。あ、もういいよいいよ、いけるいける、頑張れ頑張れ。おぉ、すごい。入った。おぉ、すごい。入った。あ、鍵入った。鍵入れた。鍵を入れて、鍵入れて、走れ走れ走れ、鍵入れて走れ走れ。おぉ、すげー。よしよしよしよ。おぉ、あ、やった。無事2つ目の鍵も解除。これで残す鍵はあと1本。しかし最後に挑むのは芸能界屈指のクイズダメ男浜口。残す壁はあと80センチ。果たして。再び壁が動き出します。え、そうやな。それでは問題、はい。料理のさしすせそに入っていないのはどっち？あ、違うか、ちゃうか、こっちや。正解は A でした。1ポイント獲得です。あ、いけるんじゃないか。問題、日本武道館はどっち？こっちや、ちゃうか、ちゃうわ。正解は B でした。問題、期間が長いのはどっち？こっちやろ。違うか。正解は A でした。よっしゃー、よっしゃー、壁ー、うぇー、すごい。運だけは持っている男浜口、いざ鉄球の試練へ。よし来い。つけ。おお、よっしゃ。おお、よっしゃ。おお、かい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 、すごい。あ、よっしゃよしよしよし。おお、よっしゃ。宝箱のロック解除成功です。おお、できた。3つ。3人の見事なチームワークで、ロブリオオードリーチーム、ファラオ像2体獲得。第3ステージを終え、ロングリオオードリーチームが4対2と再びリード。しかし続いては逆転可能な直接対決。そのステージは、
崖の間。巨大な部屋に床はなく、先の見えない奈落の底が眼下に覗く。そして壁には心もとない崖の道。一体ここで何が始まるのか。何何あらららら、なんかだだっぴろくないですか。それ関係ないやつですから、ね、帽子のつばで見えてないんですよ。おあれ、はい、これはあれ何見えよ。あれ一緒にやるのかいこれ。いやだけ完全に谷底じゃないですか。ねえ怖い。谷底ですよ。これ怖いですよ。絶対あかんでしょ。パラ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 オさん、崖の前ようこそ。崖ですよ。崖だよ。中央に見えているのが宝箱です。あれね、もうすぐ届く。そう、すぐ届くところにあるわね。このファラオと手に入れたければ崖を進んでちょうだい。え、俺取り戻す。行きましょう行きましょう行きましょう。ジョーさん早く早く早く。でもこれすごい。ちょっとギリギリですよ。と、その時さっき取ったらもうなんていうか。何これ、何塞がったよ。早く早く。さあ皆さん、宝が欲しかったら足元にある紋章を一人ずつそれぞれ踏んでください。これか、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 踏んだ踏んだ踏んだ。全員が紋章を踏むと、踏んだ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 。それでは皆さんにこの部屋の醍醐味を味わっていただきましょう。出てきてちょうだい。何が、何が出てきました、出てきました。そうな格好だな。何これ。この部屋で黄金のファラオ像を獲得できるのはどちらか一チーム。一人ずつ順番にクイズに答えていくのだが、出題と同時に背後のブロックがせり出し、回答者を崖から落とそうとする。クイズに正解すればブロックは止まるが、正解できないとやがては押し出され落下。以上の流れを繰り返し、どちらかのチームが全滅した時点で残っているチームの勝利となる。このステージ1人につき獲得できるファラオ像は2つ。現時点で2ポイント負けている関ジャニ∞ベッキーチームも最低1人生き残れば賞金獲得の望みがつながる。最初の問題はイラスト変換クイズです。イラスト例題。このイラストが表しているものは、左上のジャンルを参考に考えろ。トの中に胃があるということで、正解はトナカイ。柔らかい発想でイラストを読み解け。ではテリーさんへの問題です。本番ですよ。いきなり。このイラストは何を表しているでしょう。逆言う。わかるよね。違います。あれ、あの、あ、分かった。よしよし。ボデロ。おい、テリーさん、ほら。テリーさん、知ってますか。よし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 。落ち着いて。言う、言う、言う、言う。すごくいい。ほら。ほらほら。パス。嘘。使った。よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ。嘘でしょ。ただいまの問題の答えは、そうですよ。青い U。ということで、青い U でした。ちょっと待ってください。やべえ、俺らもしない。よしよしよし。パスないですね。よし。加藤さんへの問題です。はいはいはい。このイラストは何を表しているでしょう。あれ、僕のところに来てますけど。歴史、遣唐使、遣唐使。オッケー。すごい。危ない。やられた。やべえ。これ加藤さん答えてる時、僕のところも出てくるんだ。そうなんや。正解です。答えは剣と牛ということで剣闘士でした。オッケーです。オッケー。
です。うわきつい。村上くんかなりきてるな。あれ渡辺さんへの問題です。何を表しているでしょう。うわうわうわ何これ。えらいとこ来た。パン。日常品な。何フライパン。おお自信持ち言って。よかった。フライパン。フライパン。すごい正解です。すごいね。答えがフライパン。飛ぶパンということでフライパンでした。すごい。全然出てねえじゃん。篠田さんへの問題です。何を表しているでしょう。クリオ後ろから。お、来た。こっちだ。わさ、私だ。私の方だ。宮崎。宮崎。はい、わかった。わかった。おー、落ち着いて、落ち着いて。落ち着いて。青い。そのまま。青い、青宮崎さん。ちょっと、ちょっと。おー、ちょっと。いいよ。おー、ちょっと、ちょっと。やばいよ。青い、え？最悪。あ、よかった。使っていいからな。最悪使っていいよ。ずっと春日の方だな。やってくれるな、おい。おい、やってくれるな。え？パス使ってもいいよ。パス？ただいまの問題の答えは、そりゃそうやろ、これ宮崎が青いということで宮崎葵でした。言えてたのよ、ほとんど。いや、言ってましたね、うん、やばい、ごめんなさい、やばい。最悪、篠田とかにお邪魔しろ、お前。パスないからね、もう。ないですよね。続いての問題は写真変換文字並び替えクイズです。文字並び替え、はい、あ、ダメ、絶対ダメ。例題、文字を並び替え写真のアイテムと組み合わせればある言葉になる。正解は反抗期。写真のアイテムを正しく読み取ることが攻略の秘訣。葉山さんへの問題です。葉山さん、頼むぞ。写真と文字を並び替えるとできる言葉は、はい、失敗してくれ。何？え、航空で、う、う、で、羽、う、う、高田組氏が、う、う、だ、う、う、う、だ、国、え、国、羽、よっしゃ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 、やめやめやめ、嘘嘘嘘嘘嘘、これ落ちると、羽、う、だ、羽、う、だ、よしよし、パス、おー、落ちると、絶対しますよ、じゃあ、国際空港、もう誰か送る、よし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 、完全に取り乱し我を失ったテリーと脱落。しかし気になるのは落下間際に発した言葉。もう一度言えろ、お前。どうしよう、回答権はないのにはっきりと正解を口にしている。俺はあれは見逃すことはできないよ。でしょ、テリーさん落ちるときにはっきりと答え言いながら落ちました ね、 ね、あれ本来これ許される行為じゃないんですが、はい、テリーさんも落ちたし、うん、スペシャルということで、はい、今回だけは多めに見ますけども、まあ、大好き、今後こういうことがあった場合、はい、許しませんよ、はい、すいません、全部出るよ ね、 ね、あのもうそんなこと起きませんから、もうアクシデント、もう大丈夫です。そうそうそう、なんかさ、怒ってんのに葉山が反省してるスタイルじゃねえんだよな、それこれしょうがないんですよ、その体勢しかないんですもん、サウナじゃん、すごいよ、エマニュエル夫人みたいな追い込まれた関ジェニエとベッキーチーム、パスが使えない今、最悪のシナリオは加藤村上の2人同時落下。逆転勝利へ向けての起死回生のひらめきは出るか。写真と文字を並び替えるとできる言葉は、これあんまり得意じゃないかもね。落ち着いていた、大丈夫ですか。え、ポニー、え、馬、え、シュイ、シュイ、え、大丈夫です、よっしゃ、ポニー、シュイ、シュイ、ポニー、ポニー、ポニー、シュイ、シュイ、シュイ、
シュポイに嘘でしょ。よしよしよし、いいぞいいぞ。ちょっと加藤さん、落ちるぞ落ちるぞ。ポニー、ちょっと加藤さん、マジでマジで。よし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 、何これ。マジで、これ何ですか。あかん、ポニーでしょ。ちょっと加藤さん、マジで。よしよしよし、何が何が、これポニーでしょ。シュ、一周、一周ポニー、シュポニー。よしじゃ、これいいですね。よしよしよし、落ちるぞ。どっちも落ちる、どっちも落ちる。これ見えないですよ。どっちも落ちる。ポニッシュでしょ、あれ。俺見えないです。チェリッシュ。チェリッシュ。え、何あれ。シポニー。え、イポニー。落ちる落ちる。シポニー。シュ。あ、やばい、加藤さん。加藤さん。加藤さん、馬でいいのか、あれ、馬。加藤さん。シュ。加藤さん、俺ダメだ。俺ダメだ。俺ダメだ。回答権が村上さんに移ります。わからんって。ちょっと待って。いやいや、村上さん、村上君も落ちろ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 。うま、すごい、なんだあれ。うま、し、しゅ、しゅい、うま、しゅいポニー。どこで支えてんねん。どこでポニーしゅ。どうなってんのあれ。ポニーしゅ、すごいすごいすごい。なに、あ、もうダメだ、もうダメだ。なになに、もうダメだ。なになに、よっしゃ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 、あかんあかん、あかあかん、よっしゃあかん、あかん、よっしゃあかん、あかん、よっしゃ、やったー。どうしよう、よっしゃ。加藤さん、なんやねんポニッシュって。加藤さん、村上さん、失格です。よーし、すごい。ちなみにただいまの問題の答えはシューマイ、シューマイでした。マユ、すごい、やばい、体が痛い。これ、俺ら耐えたらだいぶ有利やぞ。渡辺さんへの問題です。得意やろ、行こう、頼むで。写真と文字を並び替えるとできる言葉は、なんだ、お、消防車。すげえ、やった、すげえ、消防車、イエーイ、ナイス、 AKB すごい、消防車。指原以外は完璧やで。篠田さんへの問題です。落ち着いていこう。写真と文字を並び替えるとできる言葉は、うん、頼むぞ。これどこ出るんだ、これどっちだ。おーおー、痛い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 。ふんどし、ちょっと文字が足りない。ぶぶく、つえ、ちょっと待ちたまえよ、そんなそんなバカな、ね、待て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 、カズが頑張るよ。体幹を攻めるな、カズが頑張って、持てわしは耐えるぞ。ブツエンド、わしゃ耐える、待て、ドツエン、ド、ド、ドブツエンド、わしゃ耐える。えぇ、ー、答えろ、あった、えぇ、ー、答えろ、あった、えぇ、ー、答えろ、あたし、あ、全然回答権が春日さんに移ります。え、つえ、ぶと、つえ、動物園、よっしゃ、よっしゃ、ほらほらってない、どうだ、見たことか、わしゃ耐えたぞ。うちまた移動したな。お、なんだこれ。よし、耐えたぞ。すごいぞ、いいぞ。ちなみに篠田さん失格です。まあ、落ちちゃった。篠田、心配しなかったな。そうさ、あまりにも。続いての問題は同じ文字入れクイズです。なになになに。例題。空欄に同じ文字を入れるとある言葉が浮かび上がる。果たしてその言葉とは。正解はワイキキ。言葉の響きを感じ取り、直感的なひらめきを呼び覚ませ。葉山さんへの問題です。よし、頼む、もう無理や、俺らも。一見不利な状況に見える葉山だが、ロング量オードリーチームも限界は近い。ここを乗り切ると一気に優位になる。アナウンサー生活も6年目、言葉のクイズなら得意なはず。同じ文字を入れて言葉にしなさい。落ちてくれ、落ちてくれ。やだ、来た、お、長い、し、え、お、さ、お、え、なにこれ、お、え、わかんない、なんだ、あ、わかった、よし、う、よし、お、さ、お、え、なにこれ、え、なに、なに、すげえ持ってる、すげえ、危ない、よっしゃ、失格です。
ただいまの問題の答えは右往左往でした。この時点で論文量オードリーチームが2ポイントリードしているため勝利確定です。よっしゃもうそうです、もう勝ちを確信してたね。見事崖の間直接対決を制した論文量オードリーチーム、宝箱から6体のファラオ像を獲得。総合結果は10対2で論文量オードリーチームの勝利。賞金獲得のために彼らが挑むのは、この試練はチームの代表2人での挑戦。ステージ中央から崖を渡り出口を目指すのだが、その道は壁により塞がれている。クイズに正解するごとに2枚の壁が開くが、時間とともに背後の壁が閉鎖され挑戦者に迫る。壁に追いつかれる前に出口にたどり着ければクリア。なお最後の壁は2問正解しないと開かない。そしてクイズの解答権は先頭の人間のみ。挑戦するのは AKB 渡辺とリーダー若林。さあ真由由、はい、今日絶好調ですがいかがですか。いやでも最後やっぱりこの、まあ、みんなのプレッシャーとかもいろいろかかってますけど、さっきの冷静さを取り戻して答えていきたいなと思います。冷静若林、はい、何か一言自分の命を預ける前にありますか一言。いやもう落ち着いてて自信が溢れてるので、もう命預けちゃいます今回。なるほど、眉に命を預ける。はい、さあということでございまして2人頑張っていただきましょう。よし、それでは位置についてください。賞金は1人成功すると10万円、見事2人成功ならボーナスとして50万円に跳ね上がる。ここでの問題はサンドイッチクイズ。表示されるジャンルを参考に真ん中の文字を埋め言葉を作る。ちなみにこの問題の正解はマグロ。本日絶好調の AKB 渡辺、若林と2人で最後の試練クリアなるか。渡辺さん、はい、若林さん、はい、最後の試練スタートです。はい、はい、パンダーファイヤー。ボタン。よし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 。うさぎ、うなぎ。よし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 。あさり、あさり。いいよいいよいいよ、リーベースリーベース。カナダ、カナダ、カナダ、カナダ。つむじ、つむじ。うなじ。さ、座るもの。さ、さ、さ、あれあれ、さ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 、渡辺さん、若林さん、チャレンジ失敗です。最後の壁が開けず、若林、AKB 渡辺、二人とも脱落。いやー、惜しかったね。そうですね、あとちょっとで成功だったんですけど、いけるという欲が出た。出てない、出てない、出てないよ。天使に欲なんてものは1ミクロもない。あのすごいテンポで言って、あ、私いける、お金もらえるって欲ないないない、そんなこと思ってない。そんなということで論文量オードリーチーム賞金獲得ならず。来週の東レはベッキーチームとオードリーチームが対決。天才子役加藤清史郎が猛スピードで迫ってくる壁に突入。その結末やいかに。断崖絶壁の崖の間で平成の虫こむし吉村悶絶。無理だよ、ダメだ。魔球に眠る秘宝、取れるもんなら取ってみろ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。